お疲れ様です。ラットです。今回はですね、こちらの、ゴレですね。久しぶりに、今日はね、ゴレ使っていこうと思うんですけど、今ですね、このなんかゴレっぷりのハンター型が、グラチャレの勝率が 70% で、70% 台にあるのが、もうこのゴレデッキだけっていうので、グラチャレだと、一番勝率がいいデッキなんじゃないかなと、はい、本当にもう、言えるデッキですね。なんですけど、ちょっとグラチャレ、ちょっとやってなかったんでね。マルチでやっていこうかなと思います。で、マルチだと、なんだろうな、このデッキ何がきついんだろう。その、ポイズンロリババの雪玉の、3スペで、雪玉があるけど、ラバルかな？ラバルがきつい。ラバルがきついぐらいで、でも、それ以外だと、なんだろうな、枯渇とかだったらもう美味しいですし、何がきついのかわかんないですけど。やっていきたいと思います。はい。なんで、グラチャレを回す方とかにはすごいおすすめですね。よろしく。なるほど。もうポイズン打って、この2体目にファイ、2体目ファイスピに多分被るこのオーブンだと、このポイズンか。このポイズンだとオーブンに対してね、ワンチャン完封できる説あるんですよね。ほら、これで多分オーブンがもう溶けるはずなんですよね。僕、あえてロイかな。気持ちロイっぽいですね。なんで、もうこれ展開しちゃいますね、ここで。多分ロイっぽい。で、今オーブンも裂いたから、相手はもう苦しい。なるほど。いい防衛ですね。エレキメガゴベビドラで、縦線かランバーのどっちかですね。これ多分ロリババーされますね。なんでも相手の中身が何か気になるところでありますね。で、ロイジャイを、しっかりハンタープラスの雪玉か、プリンスプラスの雪玉で抑えていきたいですね、こっちは。はい、で、これでオーブンは溶けるんで、で、ここのケツゴレはやめたいですね。なぜかっていうと、普通に相手がロイジャイ出し、逆サイロイジャイメガゴとかだけで、ロイジャイ単体だけでも大ダメージ受けちゃうんで。これは雪玉打てば結構、抑えれる気がするけど、やばい。これぐらい強いですね。ここで相手のスペルがわかるかな、ワンちゃん。入るくね？なるほど。でも、ここはゴレ展開しますね。ここのゴレ展開は相手が今ロイジャイ出したんでね。回ってない。で、無理やり回されるとちょっとしんどいんですけど。なるほど。美味しい。で、ライトニングだったから、そこは考えて攻めていきたいですね。ハンターを残しつつかな。このメガゴがな、頑張ってくれればいいんだけど、で、こうなった時に、ちょっとあれですね。ライトニングで全部飛ばされそうで怖い。いや、いいよ。バーバリンが入る。なるほど。で、これケツプリでいいかな。ケツプリで。縦線カバーでエレキのビリビリを止める。やばい。しか言ってない。やばい。ちょっと待って。やばい。ちょい前ハンターで、これな、ちょいと、ダルメシアンですね、これ。ここを突破したいっすね。ポイズンでオーブン、バイバイさせる。これもプリンス出す。何が来るかな？メガゴ？いや、これ縦線。かも。いや、入る。オッケーオッケー。あるある。来た。待って、フチレ。グッドゲーム願いが叶いましたね。いやー、でかい。これはでかい。ロイな、なんだろう。ちょっとロイが止めにくかったけど、言うてね。意外とそのピースが最近、増えてる気がする。気のせいか。ジャイプリがでも、ちょくちょく増えてるんですよね。縦線入りのデッキがそこまで少ないっていうのと、ラバーが、最近やっぱランバー型が多いんでね。ランバー型だと結構ペッカとかも
あんまり止めにくいっていうのとかがあるんでね、プリンスがよく刺さるっていうので、意外とこの縦線採用っていうのもすごいでかいですね。このゴレデッキの防衛が一気に硬くなるんで、いやーいいですね、いいですね。なんでまあ逆サイ攻撃ゴレ展開をやっぱするタイミングも大事なんですけど、ゴレ展開してやっぱよくされるのか逆サイ言うのとか、まあ、逆サイ工場、まあ、とかなんですけど、まあ小銃ババガゴ来ても縦線と雪玉とか、竜の来てもロリババか縦線ありますし、まあ、雪玉もね意外といいんですよね。かけて次活躍してくれるんですよね。今のもだって雪玉のおかげで縦線がどっか行ってね、どっか行って入ったんで、プリンスの突進か、まあ、普通のつつくやつがねなんで、まあ、雪玉今のやばいですね。今のはやばい、雪玉が MVP ですね今のは。はい、というわけでまたマッチング待ちですね。まあ、シンプルにペッカが来たら勝てるのかっていう話だけど、まあ、どうだろう、ペッカの攻撃は言うて縦線とかプリンスあるから止めれると思うんですけど、まあ、こっちの攻撃がどれぐらい入るかっていう話ですね。はい、よろしく。まあ言うてゴレの爆破とかポイズン削りで、まあ、じわじわ削っていく感じだと思いますね。ふーし、このな、ここのケツぐらい良くないですね。延長入る、延長ない、残り1分あー入るとかならいいんですけど、多分メガナイトですね。ゴブリンメガナイトホグだと思う。これロリババったらロリババだったんだけど、まあ、なかったんでね。これいや全然違う、アイスイズゴブリン、なんだこれ、コウモリワンチャンあるから生き玉構える。おー、相手の敵がなんかアイスイズメガゴブリン、なんか面白いっていうか何のデッキって感じする。これ雪玉のおかげでホグ一発しか入んないですよ。あー、いや、オッケー。なるほど、アイスイズメガゴの遅延のホグのゴブリンって珍しいですね。これ今ホグ咲いたからゴレでいいや。でもまあホグ回るかな、相手は。逆サイ来てもハンターありますし。めーゴブリンゴブリンって感じなんですけど、こっちからしたら。ゴブリンマジで。で、ゴブリンこれ。本当にゴブリンでよかったの君。絶対違う方がよかったと思うけど。あ、これ美味しい。これだって美味しすぎん？オッケー。ハンター、お前優秀。オッケー。これもうメガゴ追加してたもん、相手これで苦しい。このハンターはまあバイバイするんだけど、あーゴブリン、これ雪玉、気持ち雪玉、まあどっちでもよかったか。まあ、もう一発殴れ。オッケー、おいしい。でここはもう後取れてると信じてゴレ展開でホグ来たら縦線、まあ、逆サイかな、来るなら。相手のこのアイスイズの逆サイはちょっとあんま分かんないですね。まあしっかり防衛の構えする。まあライトニングワンチャン打たれるかな。まあ相手はもうどうにかしてこっち落とそうってやつですね。けどこれさ、さすがにもうだって僕は守れたし、オッケー、守れた。やばい、おそれはもう事故、それは事故だって。俺のこれ8ヤードやん、8ヤード取られる。ちょ待って、え、相手沼ってないもん、プレイが沼。これ雪玉が OP やば、これでノーダメっすからね。いやー、さては強いさては強いプリンスてか、まあゴレなんだろうな。まあ取れねないゴレが最近見てないっすからね。久しぶり。しかも墓石もないってやばいっすよね。墓石もトルネもないゴレ、まあ、ニューゴレですね。新環境、まさかのですね。まあまあ言うて雪玉がなんかいい感じっすね。はいというわけで、まあ次ラストですね。僕今この動画マジで今何時だろう、朝8時ぐらいに撮ってるんですけど、お腹が空きすぎてやばいっすね。ちょうどこの後ケンタッキーに行こうと思ってるんですけど、最近ケンタッキーにハマりすぎてて、
やばいんですよ。マジで毎週行ってる、週1ぐらいで、それ通ってるんですよね。なんかね、マジでケンタッキー、マジでうまいですよ。なんだ、しかも結構長時間入れるんですよね。なんか、マックとかだと、別にマックとかディスるわけじゃないんですけど、マックは意外とでもあるか。ダメだな。モスって、その、バー、ハンバーガーもあるし、そのなんかちょっとね、変わったポテトもあるし、そのツイスターっていう、マジでこのツイスターが僕は大好きなんですよね。ツイスターが大好きすぎてマックに行ってるのもなるんですけど、そのツイスターっていうね、なんかお肉と、その野菜を巻いて、なんかソースが入ってる、めちゃくちゃ美味しいやつがあるんですよね。それ食ったことない人はマジで食ってほしいんですけど、一度。マジでハマるんで。もあるし、チキンもあるし、その骨なしとか骨ありもあるし、なんかパイみたいなのもあるし、なんかね、そのケンタッキー何でもあるんですよね。何でもあるから、じゃあ今日ツイスターしようとか今日チキンにしようとかも何にでもできるし、最強なんですよね。でマッチングが長すぎてケンタッキーの話してるんですけど、いやマジでケンタッキーに、そうなんですよね、ハマってるんですけど、でも僕の最寄り駅にないから、ケンタッキーがないから、ケンタッキーがというか僕の能力にちょっと言ったら申し訳ないですけど、まあそこまでね、めちゃくちゃ美味しいとは言えないラーメン屋が、まあ、僕の家にねちょっと近い、あとはサイゼリアしかないんですよ。この2択なんですよね、いつも行くとしたら。まあ、あの先の方のやつは、先に行ったやつは1回しか行ったことないんですけど、もうサイゼリアしかないですよね。サイゼリアもすごい好きなんですけど、飽きるんですよね。さすがによく行ってるとなんで、もうわざわざ隣駅にまで行くんですよね。隣駅行けばマジで何でもあるんですよね。マック、モス、ケンタッキー、なんだろうと。丸亀、あとなんかね、花丸うどん、ラーメン、ね、あの、パーフェクトとか、サンマルク、吉野家、松野家、松野家じゃない？ん？松屋？松屋か。みたいな感じで、まあ何でもあるんですね。だから、隣駅行くんですけど。っていう間で、まあマッチングしましたね。なんで、まあ、今日も隣駅行こうかなと思っていますね。マジで。ケンタッキー、大好き人間ですね、今。まあ今ハマってるだけなんですけど。あ、で、ギャング。ペッカっぽい。マジ？あ、これあれだわ。気づいた。三重詩、マジで、マジで。え？この人さっき見た。違うかな？マジだったら、コカツさんし。マジで、これ、ガチ。これ結構ガチで、相手コカツさんし。マジで。え？これガチで。これマジっすから。結構ガチで、相手コカツさんしっすから。はい、囲むね。うわ、来ない。やばい。これさてやばい。え？マジでコカツさんしっすから、これ。おい、うまくね？うまくね、これ。え、これ三重詩ですよ、マジで。今の環境で三重詩使ってる人いないと思うじゃないですか。この人三重詩なんですよ。これガチ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 。で、しかも今これ三重詩出すコストないから、これ攻めたら終わり。あるんかい？やばくないですか？今のこの環境で三重詩使うってやばくないですか？で、落ちたくねこれ。ほい、ハンター落ちる。あー、ハンティング。これやばい。落ちるかな？落ちないとやばい。あと多分30ぐらい。出た。ミニ残し。で、これロリババ咲いたら、あれされちゃうんですよね。あの、あれよ。ギャングで防衛されちゃうから、あ、生き玉で終わるわ。グッドゲーム。待って、そんなことある？あれでもキングですね、それは。まあまあまあ、これでね、終わり。はい。やばくないですか？今のこの環境で 3G 室使ってる人多分この人しかいないぐらいですよ。やばいっすよね。やばい。そう、この人。やばいっすよ。ちょうどなんか見たんすよね。まあ、すごいっすね。今の環境をやっぱ三重詩使ってやるってことは、三重詩をもう愛してるんでしょうね。ね。VY トルゴさん。読み方知んないけど。はい。まあ、という感じでね。今日マジで、ゴレで3連勝でかいですね。こちらのゴレ。まあ、グラチャレの勝率 70% っていうのが結構すごいと思うんで。よければね。はい、こちら使ってみてください。ぜひぜひぜひ。
まあ、使いやすいとも思うんでね、トルネとかないから結構ゴレの後ろ付け足して、あとスペルやって防衛立て戦もあるんで、はい、ぜひね使ってみてください。というわけで僕はケンタッキーに行ってきます。終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。